はい、皆様こんにちは。最近ですね、やっぱりこう ZVE10 の検証っていうのが続いちゃってるんですけど、私このエルマウントっていうのが大好きで、エルマウントアライアンスのルミックス SOM とか FPL とかそういうのが大好きで、いろいろレンズ集めてるんですね。そういったもののこうシェアっていうのをしてみたいなと、改めてこの場を設けて撮影してみてます。ZVE10 すごく面白いんですけど、やっぱり写真楽しむってなるとルミックスシリーズの方が私はとても使いやすく感じております。はい、ですね、本日はですね、こちら 24mm ですね、コンテンポラリーの 24mm F 値が 3.5 の DGDM ですね。こちらが最近、すいません、今ですね、近辺にヘリコプター2機と飛行機が2機飛んでるっていう、とてもなんかちょっとうるさい状況でちょっと上見ちゃってました。ですね、今最近なんですけど、この 24mm の F 値2っていう、ちょっと大きめのレンズ、35の2とほぼほぼ似たようなサイズ感かなってレンズが出ました。でも大きさとして並べてみるとそんなにすごい差ではないんですよね。一回り二回り大きくなったかな。で、重さもちょっと重くなったかなぐらい。だからこちら24の 3.5 の方なんですけど、こちらのレンズはもうすごく小さいんですよ。フード外しちゃうと本当に手のひらに乗っけても、あ、こんな小さいんだというサイズ感、分かりにくいかな。こういう感じ。手のひらにも本当小さい感じです。こういうレンズなんですね。なのでこれは FP とか FPL にちょうどいいサイズ感なんですよ。であとはその DCS5 ルミックス S1 とか S5 とかにつけても、軽く操作できる、ボディも軽、S5 だとボディも軽く、レンズも軽くで、とってもいいお散歩レンズになるんですね。そういったものと、あとこちらのレンズ特徴がありまして、接写がとても得意なんですよ。見えるかな？こちらですね、読みますと 0.108m、本当、0.1m だから10センチぐらいのところまで揺れてしまうんですよ。ただそれもセンサーからなので、センサーがこの辺だとして10センチって言うと本当このレンズの間際まで揺れちゃうんですね。なのでこのフードをつけてるとその被写体がフードにぶつかっちゃうぐらいまで揺れるんですよ。でそうなるとこうほわっとした柔らかい雰囲気の写りと、であとはその若干ですね、こう歪みが強くなって面白い、マクロまでいかないんですけど面白い接写の写真が撮れるんです。そういうちょっと特徴的なレンズなので、若干こう価格っていうのは高めな感じがしてしまう、スペックのレンズなんですが、面白く使えるのがおすすめのレンズの一つですね。はい、こちらのレンズですね、この後に、動画の方で、どのような感じのレンズなのかなっていうのを皆さんにシェアしてみたいと思います。ちょっと比較とかっていうまではいかないかもしれないんですけど、雰囲気味わっていただけるだけでもこの購入の動機の一つになるかもしれないので、いや、よかったら見てみてください。はい、それでなんですけど、こちらのレンズですね、あと別のこの動画で 35mm は 1.2 と、35の 1.2 っていうすごく大きなレンズと、比較というかこういう風に違いますよっていうのを検証してみましたが、こちらの24の 3.5、 これも私これより明るい単焦点レンズ持っておりまして、こちらですね、はい、こちらがシグマのアートラインの 24mm の 1.4 っていうレンズになります。こちらはもうサイズ感からしても全く別物ですね。これだけ違います。横を並べますと、本当レンズ単体で見ると倍ぐらいの差がある、2分の1、2本分ぐらいの差があるんですよ。はい、なのでちょっとこう全くこう同じっていう比較ではないんですが、 24mm のレンズっていうことで F 値が違うとどういう風に違うかっていうのをこう比較簡単にしてみたいと思います。はい、で続いてはなんですが、一番広角なコンテンポラリーの中で一番広角な24の 3.5 ですね、こちらの写りっていうのを検証していってみたいと思います。まずはオートフォーカスですね、こちらのお人形から、はい、遠くのビル、はい、お人形、遠くのビル、はい、遠くのビル、はい、お人形と、こちらはその被写界深度が深いって広角レンズなので今迷ってますけど、戻ってこないですね。この場合ちょっと強制的に男が働かせるとこのように合います。はい、このようにピントですね、 S5、 今 S5 使ってるんですけど、 S5 が
検知してくれれば早い、割と早いんじゃないかな。コンテンポラリーのレンズというのは男がサウナが遅いって印象があるんですが、これはそんなに遅いなって感じは しなかったですね。で、これの面白いところなんですけど、今ちょっと、まあ、もう一個試しの手前ですね、はい、レンズキャップ人形レンズキャップ、このようにピントが前後しながら合うのがコントラスト式の特徴になりますね。まあ、でもこういう風に合う分には動画として見れば遅くはない、迷わなきゃですね、そんなに困らないんですけどね。はい、でごめんなさい、ね、途中になっちゃったんですけど、こちらのレンズの面白いのはその寄れるってとこですよね。このようにグー、はい、こんなに近くまで見えたらいいです。これもほぼほぼレンズにぶつかりそうなぐらいの距離感なんですよ。まあ、感じで言うとセミマクロっていうのかな、マクロまでいかないけど、そういう撮影も楽しめるレンズですね。いいですね。レンズキャップもこちらシグマって書いてあるね。はい、これレンズにぶつかってます。ここまで揺れちゃいますよ。まあ、なかなか面白いんじゃないでしょうか。はい、続いてはボケみですね。こちらのレンズは正直あんまりボケないです。まあ、それでもちょっとマニュアルにして、まずは手前の椅子に合わせてみます。これぐらいかな。はい、こんな感じですね。まあ、うっすらボケてるかなぐらいの感じです。はい、では奥の人形にこのまま移動してみたいと思います。はい、これで合ってるかなという感じですね。まあ、そもそもにそんなにこう被写界深度とかが浅いわけでもないので、あまりボケないです。ボケに関してはやっぱり F 値明るいレンズを買った方がいいですね。はい、まあ、このようになります。まあ、写りとしてはとっても綺麗なレンズなので、まあ、あとはこう気軽にですね、ぼかしたいことばっかりじゃないと思うんで、そういった時にはこういうレンズっていうのはちょうどすごく具合がいいんじゃないでしょうかね。はい、ではこの後続きまして、フォーカスブリージング見てみたいと思います。今一番近いところから徐々に無限遠に回していってみますね。はい、この絵になります。はい、この絵になりますね。若干ほんの少しだけブリージングがあるかなっていう感じかな。でも比較的少ない方なんじゃないでしょうかね。そんなにこう映ってるものは変わってないように思います。この端っこの方とか見るとよくわかりますよね。若干こう遠ざかったり寄ったりとか拡大されたりとかって感じがあると思います。はい、この24の 3.5 っていうのはこれで終了させていただいて、この後ちょっと24の 1.4 の方ですね、参考程度に移してみたいと思います。はい、こちらが24の 1.4 になります。もう最初からなぜかオートフォーカスが合わないです。強制的に合わせようとしてようやく合いましたね。はい、これから遠くのビルの方に移してみたいと思います。バッと、はい、合いました。若干白飛びしちゃってるんですけど、 F 値をちょっと開放にしてるんで少し見栄え悪くなっちゃうんですけど、シャッター速度上げますね。はい、ちょっとカクカクするかもしれないんですけど、シャッター速度は200分の1に増しました。はい、はい、迷って帰ってきません。はい、オートフォーカス強制動作でこういう風になります。はい、奥のビル、
ゆっくり、これちょっと HSM だとこういう挙動なんですよ。合わない。はい、オートフォーカス強制動作でもなぜか後ろ。はい、合いましたね。はい、オートフォーカスこんな感じです。で近くの、はい、こんな速度感ですね。はい、お人形。はい、ちょっとカクカクしちゃってるのはシャッター速度の問題です。まあ、こんな感じになります。で次はボケに行ってみたいと思います。やはりこう被写界振動で見ると浅いですね。手前の椅子にまず合わせてみたいと思います。はい、このようになります。まあ、先ほどの 3.5 とは、まあ、まるで別のような世界観なんじゃないでしょうか。やはりこのアウトラインというのはこのボケは美しいですね。F2.8 明るいレンズなんですけど、24の70の 2.8 のアートレンズ、それと比較してもさらにこの浅い被写界振動というのを楽しめる、やはり単焦点の醍醐味です。ではちょっと奥の人形の方に移してみて、これが、前ボケと背景の後ろボケと、この浅い被写界振動で独特な景色を映し出せますね。やっぱり面白いですよね、こういうところが。こんな感じで次が人形行って、背景に合わせるとこういう感じ。これはちょっと、3.5 の F 値のレンズと比べると別の世界観なんじゃないでしょうか。はい、では続いてフォーカスブリージング検証してみたいと思います。はい、今一番これが近いところから、これはフォーカスブリージング大きいですね。全然映ってる範囲が変わってるのが分かるかと思います。これだと特にこの左側のビルとか、右の電柱とかが分かりやすいかな。すごくこう一番近い距離の時、これが一番近接なんですけど、その時には画面の端まで行ってる。それが無限遠に近づくにつれ、画面の中央にですね、このようにグッグッと寄ってるのが分かるかと思います。はい、こういう感じですね。はい、このようにこれがフォーカスブリージング、動画を撮る時に、まあ、嫌う方が多い現象の一つですね。でちょっとお日様陰っちゃってきたんですけど、明るいところを撮影するとこのような、これもシャッター速度上げないともう明るさが出ないですね。ちゃんとこんな感じでとっても綺麗に映ります。はい、ボケました。ピント外すとこういう感じです。はい、じゃあ24mm の F1.4 検証終わります。はい、皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はその、24mm 同士のレンズですね。 F 値が 3.5 と 1.4、まあ、結構 F 値で見ると違うんですけど、広角っていうのはその F 値がちょっと分かりにくい、まあ、ボケにくいレンズなので、その辺がどれぐらいこう感覚として違ったかっていうのを、見ていただけたかと思います。まあでもどっちもとても優秀なレンズなんですよ。で、コンテンポラリーアイに関しては、私ちょっとオートフォーカスが遅いっていうのをたびたび申し上げてるんですけど、こちらですね、24の 3.5mm って DGDN レンズ、こちらもあまり速くないです。でもなんですけど、こちらですね、24mm の 1.4、 こちらは DGDN ではなく、DGHSM、まあ、要は一眼レフ用の、レンズをミラーレスに使えるようにしたレンズなんです。なのでこれはさらにオートフォーカス遅いかなって思いますね。まあ、写真で使ってても若干ピント合うの遅いかなとか、迷ったりしてるのかなみたいな感じの挙動がたまにあったりするので、まあその広角であるってことを考えると、そんなに悪い使いにくいってことはないんですが、ちょっとすごく性能が DGDN なのでミラーレスに合ってるよっていう感じではないです。でも写りはやっぱりこのアートラインとても優れた写りしておりますので、こちらコンテンポラリーも写りですし、ぜひぜひこの超広角っていうのをシグマさんで楽しんでいただくときには、この候補のそれぞれの候補、あとはここに24mm の F 値が2っていうレンズが加わりますねっていうのを比較していただけるといいんじゃないでしょうか。ただまあ24の
24mm から74mm の F2.8 の ARD レンズ、これがあるので、そうするとこれよりも明るいレンズ、まあ考えようによってはなくてもいいんじゃないかなっていう感じの捉え方をされる方もいらっしゃるかと思うんですが、まあコンパクトであるってことを考えると、いろいろとアドバンテージはあるかなと思いますね。それもこう人それぞれの楽しみ方なので、ぜひいろいろ楽しんでみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。